皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアウトワードのファミ通紹介をしていきたいと思います。生き残る秘訣はよく食べ、よく飲み、よく眠ることです。欲求を制する者がサバイバルを制します。キャラクターには飢え、渇き、睡眠の3つの欲求があり、これらを満たさないと体力が減少します。また時間帯、気候の変化によって体温が上下します。病気になったり最悪の場合死に至るなど、状況に応じた装備を心がけなければなりません。剣の時、魔術を使います。野外やランチョンは危険なモンスターとの遭遇は強化するために料理、武器の製造があります。マップを探索したり、商人から購入したりしてレシピを手に入れましょう。狩りで肉を入手しても生で食べると病気になってしまうので、金貨キットを製作して革袋を作れば水を携帯できるようになります。他にも獲物を取る罠や薬など、長旅で役立つ様々なものを作り出せます。共に戦い、共に勝ちます。自動セーブ機能はなく、定期的に自動保存されます。もともとの状態で進出に行動や選択をすでに慎重に進める必要があります。戦況で死亡してしまった場合は、対戦イベントが進行して、ランダムな場所に死亡が進行する。多くの方はこちらへの攻撃を受けるのです。怖いと感じで、今回のアウトワードの3つ紹介